楽天モバイルパーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ、この一戦をお送りいたします。イーグルスの先発は右の庄司、対するライオンズの先発は右の今井、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の今井マウンドに上がりました。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは小深田。投げた、低めいっぱい、見逃し三振、低めいっぱいに決まった。バッターは2番阿部。さあ、投球は5球目。投げた、155キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは3番小郷。次は6球目。投げました、打った、源田下がっていった、取ってアウト、3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。最後はいい守りを見せてくれました。ライオンズリードで迎える2回です。バッターは若林。背番号35。第9、投げました、ボール。第2球、投げました、打った、痛烈な当たり、センター下がった、ワンバウンドヒットになる。打ったバッター一気に2塁へ向かう。若林ツーベース。バッターは8番古賀。古賀背番号22。第9、投げました、初球空振り、149キロストレート。第2球、投げました、ボール。投球は3球目。投げた、ただのカーブ、ボール。投げた、ボール、低め。第5球、投げた、アウトコース外れてフォアボール。バッターは9番源田。ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。第9、投げた、ストレートはボール。まずはアウトコース高め。第2球、投げた、ボール。第3球を投げました、打ちました、1、2塁間の打球、阿部ボールを掴んだ、1塁アウト。ライオンズなおも2回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは浅村。第4球を投げました、縦のスライダー、空振り三振。バッターは5番島内。第4球を投げました、打ちました、センターへの浅いフライになった。センター前進、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者フランク。第9、投げました、流し打ち、どうだ、これはファースト正面、アギラー取った。アギラー自らベースを踏んで3アウト。今井三者凡退、無得点に抑えています。2回の裏が終わりまして1対0です。3回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは辰巳。さあ4球目、打ちました、セカンド右、外崎ボールを取る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番太田。第9、初球打って出た、抜けた、太田ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは9番村林。第7球は打ちました、左中間のフライ取りました、中継、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。バッターはトップに帰って飛ぶか、打った、左中間へのフライですが掴んで、これで3アウトになります。
一塁ランナー太田残塁に終わりました。序盤終了しまして1対0です。ライオンズリードで迎える4回です。バッターは若林。第9投げた、外れた、ボール。さあ次の投球、投げた、スプリットはボール。投球はこれから3球目。打った、強い当たり、さらに伸びていく、見送った、ホームラン。ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。2対0、ライオンズリードを2点に広げます。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあリプレイです。イーグルス、この回は2番からの好打順。先頭バッターは阿部。今日の第1打席はスイングアウト。投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、ブランド掴んだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番小郷。第1打席は内野フライに倒れています。打ちました、サード左横のゴロ、サードから一塁送球、あっと送球それた、サードのエラーが記録されます。バッターは4番浅村。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第9、小郷スタート、これはストライク、ボールを2塁へ送った、これは楽々セーフ、盗塁を許します。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。投球これから2球目、ボール。第3球、3球目空振り、追い込んでいます。第6球を投げた、空振り三振、バットアウト。バッターは5番島内。第1打席はセンターフライに倒れています。第5球投げた、低めの球、見逃し三振。リプレイをご覧ください。今井、4番5番と連続三振で切り抜けています。4回までが終了しまして2対0です。5回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者フランコ。最初のバッターボックスはファースト、打ちました、セカンド右横のフライになりました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番辰巳。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。次は4球目、投げました、低めのボール引っ掛けた、外崎バックしていった、余裕があります、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番太田。これが2度目のバッターボックス。さあ5球目、打った、ショート左、源田ボールを掴んだ、ショートから1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。今井、ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。ライオンズリードで迎える6回です。ツーアウトランナー1塁という場面で若林、初球見送ってストライク。第2球投げました、決まってストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから投げました、空振り三振。6回の表が終わって2対0、ライオンズ無得点で終了です。イーグルス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは村林。第1打席は159キロ直球、空振り三振。打順は1番に帰って小深田。今日は三振とレフトフライ。第9、初球を打った、これで落下点に入った、レフトフライ、飛距離は出ていません、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには阿部。今日は三振とサードゴロ。第5球投げました、高めいっぱい、見逃し三振。今井、ここまできっちり一安打ピッチングが続いています。7回の裏、イーグルス、ラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは小郷。投げました、これは引っ掛けた、ショートバウンド、ボールを掴んだ。アギラ、軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番浅村。ここまで2打席連続三振。第4球を投げた、インコース低め、見逃し三振。バッターは5番島内。今日はセンターフライと三振。第5球投げた、打ちました、抜けた、島内いいバッティングを見せました。バッターは DH のフランク。今日は変化球、空振り三振。
7回の裏が終わりまして2対0イーグルス、ラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。8回の裏2点を追いかけますイーグルスの攻撃。トップバッターは辰巳、今日はセカンドゴロとセカンドフライ。投げた、高速スライダー、見逃し三振。バッターは8番太田、これが3度目のバッターボックス。投球はこれから3球目。打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた。太田ナイスバッティングです。バッターは9番村林、今日はレフトフライと打ちました。センター方向に持っていきました、取りました。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。打順はトップに帰って飛ぶか、打った、ふわふわっと上がった。源田余裕があります、取って、これで3アウト、チェンジ。今井、ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。ライオンズリードで迎える9回です。今日2本のヒットを放っている若林。第9、真ん中見逃してストライク、まずは見送りました。第2球、投げた、打った、これは強烈、打球はそのまま伸びて、見上げた、ホームラン、ソロホームラン。若林、今日これが2本目のホームラン。ストレートを完璧に捉えました。3対0、ライオンズリードを3点に広げます。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。イーグルス、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは阿部、今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。投げました、打った、あっと抜けた。阿部、いいバッティングを見せました。バッターは3番小郷、今日はここまで3打数空振り三振。バッターは4番浅村、今日はここまで3打数ノーヒット、3三振。さあ次の投球、投げました、打ちました、源田取った、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー、ゲームセット。今井、見事な完封勝利、ライオンズ見事勝利です。西武ライオンズの勝利でございます。勝利投手今井、敗戦投手は庄司でございます。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた今井、本当に今日は大活躍でした。